前回のカツクラ、最近乗ってない馬さん、そう、後半になると基本的に馬は乗らなくなってしまう。でもそんなのダメだというわけで、最強の馬を作ることにした。マウニーさんのところにいる速い馬から増殖させることで出来上がるみたいなんだけども、諦めかけたその瞬間、ついに伝説の馬が誕生してしまった。いつか音速を超える馬を作るのが夢です。みんながいいねを押せば押すほど馬が繁殖します。マジかー、ポチ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 。というわけで、どうもこんばんは、カズクラでーす。坂井さんだーだ。さあ、そんなわけで今日もマイクラ実況行ってみよう。やっていこう。そして前回実は生まれたすごい速い馬がいるんだけども、ちょっと見に行ってみる。行こう。行くぞ行くぞー。いた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 。どの馬さんだ？この子この子この子。この子か。最速の馬と疑われてやまない。疑われてるの。14.19 の速度を持っているという恐ろしい馬さんだ。最速の馬さんだ。名前募集する。いいねいいね。そうそう、コメントに書いてね、なんか意味合いとかも含めて書いてくれると幸いでございます。それはいいね。ちょっと頼んだよ、センスあるやつ。よろしくね。お願いします。さあ、ということで、今日は他でもない。はい。ええ、プチカズクラデカです。プチでいいのか、今日は。そうだ。それで、本日、解決もしていこうと思う。今日、一挙解決編だ。いいね。今日は忙しくなりそうだ。大きな事件が立て続けにあったからな。そうだ。もう未解決のまんま、終わろうとしていた。うんうん。もうそれではいかんと、正義の心が動き出したのであった。素晴らしい。なんだこれ。サンダー爆笑中。これどうした？これ罰ゲームなんだ。え？この間マロくんと建築対決をやって、はい、サンダー勝ったんだけどさ、はい、マロくんコケコッコを投げたんだよ。はいはい。メッシさんの土10万とギャグ3連発の罰ゲームを引いたんだ。10万？そう、土10万を引いた。はい、ギャグ3連発引いちゃって、はい、ギャグはどうしても嫌だって言うから、はいはい、ツイッターで以前カズクラもやってたポエム投稿してたじゃん。はい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 。あれをやろうってなってマロくんのツイート確認してみて。いや、これ知ってるよ。知ってる。いや、これ罰ゲームじゃないだろ、これ自らだよ。これは好きでやってるのかもしれない。好きでやってるよ。よく警察になんかこういうの貼ってあるよね。あるある。あるよね、なんかね、タレントさん使ってなんかあるよね、こういうのこの人を見かけたらとかの指名手配のやつじゃなくて、じゃなくてじゃなくて、アイドル使って。ダメ、絶対的な、うん、そう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 、あるねー、こういうの。あるある。いやー、素晴らしいなー。この中に貼っておけばそれっぽいんじゃないか。ねえ、ほんとだね。中貼っとこう、これ。アップで見るとめちゃめちゃおもろいんだけど。あー、ぽい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 。ぽいね、ぽいね。それっぽい。そんで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 。うんうん。事件なんだけど、一挙解決していこうと思う。それで、はい。実はね、ここにね、マグさんが、ほら、あった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 。なんだこれ。コップンとか、ちょっと待て待て待て。なになになに、どういうこと。え、これ証拠品だよ、これ。何が入ってたの。これマグさんの事件の時のあれなんだけど。雲か。雲の材料や、これ。コップンは何。コップンはなんだろうね、これ。白い羊毛作りとかそういうので染めたのかも。なんかそっちかな。白いガラスにしたのかも。あー、なるほどなるほどなるほど。そうだそうだ、これ証拠品として押収しておきましょう。そうしましょう。さあ、そんでねえ、ちょっと今これダイヤモンドブロックもなんかなんだろうね。ちょっと今見ると賄賂かな。ジャジャバラ事件ですが、ショップ常連の S さんへの免罪疑惑が浮かび上がりましたと。真犯人はマイオンにいますと。マイオン内部からのタレコミ。これうちが疑われてたやつじゃん。ジャジャバラ無限事件解決の色になってるけど。ほんとだ、これよろしくないな。ちゃんと入れといたよ、内部告発が。ってことはこれはもう犯人はマイオンの中にいるってことで解決でいいんだな。はい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 。やったー、疑いが晴れたー。ほんで次はメンさんから、ゴミの放置なので多大なご迷惑をおかけてしまって申し訳ございませんと。あ、これはもうただの謝罪文だ、これ。違う違う、メンさんなりすましの文章があるんだ。あ、ウィゴー対策、これか。怒ってます、大原メンの名前を語ってマグニーさん拠点を荒らした奴がいます。犯人は代々です。ある。放置中のマグニーさんにゴミ捨てて、マグニーさんが怒ってたやつ被害届け。おー、それで若が捏造した文章がそれだ。なるほど、ややこしいことになってんな。これだ、マグニー放置事件。これも解決してる。いやいやいや、これも、いやでもこれメンさんに、うんうん、これメンさんからダイヤモンドブロックもらったよ、これ。
やったね。これは色じゃないのか。その時入れた。あ、その時のファイルか。ちょっと記憶が曖昧すぎてわからない。ちょっとやっぱ早く解決していかないといけないんだよ。そうだね、新鮮さは大事。ただ今回ビッグ大体事件ということで、うんうん、まあ、丸のうちに大体さんの卑猥な依頼が受け付けられたりとか、4ページにわたって、まあ、あの大体一番が大変なことになってると。いや、いい加減動き出すか。そうするか。サンダ、大変だ。これはなんだ。これなんか前と全然見た目が違うんだが、これどういうことだ。何が起きてるんだと思う。これなんだろう。これなんか伸びてない。伸びてる。待って待って、これどういうことだ。トロッコ乗れって。待って待って。おー、された押された。押された。参ります。参ります。やばい、これタイタイのタイタイに入ってくぞ。これやだやだ。あ、違う、タイタイの脇腹に入ってく。ん、もうちょう。うわうわ、タイタイ内部だ。これこれはかなのか。タイタイ巨人だ。タイタイ巨人。なるほど。おお、出た。おお、すごいね、これすごい。え、そして、あー、これがあの事件現場のタイタイのタイタイだ。先ほどのタイタイのタイタイを横切って、うんうん、横切りました。はいはいはい。あー、ほんでこれドズさんね。おお、下っていく。はい、これを通り抜けて、え、戻ってきたよ、これ。戻ってきた、戻ってきた。戻ってきたけど、あー。バイバーイ。あちらに行きます。レッツゴー。これ、うまいことやったら、このまんま行けたんかもしれんな、シューって。すごいね。すごいね。なんだこれ、タイタイのなんか、ケツの穴から出てきたような。ケツとか言わないで。やだ、これ。もしかしたら反対なのかもね。あー、なるほど、出る場所が。うん。そうか、それだったらまあ、いや、もうそれはそれで嫌だけどな。あははははは、そっかそっか。うん、ケツから出るか、入るかの違いだから、それはそれで、またよ。どっちにしても、やばば。バイバーイ。ちょっと、タイタイさん、これ雑というか、まあ雑はその前に、もうこれ楽しんでますよね。楽しんで受け入れてるよね。ねえ、この YouTuber らしさをさ、うんうん、このなんかされてそれを生かすという、むしろありがとうという声がすごい聞こえてくるんだ、タイタイさんのとこから。間違いないよ。わかる？わかる。ありがとうが聞こえるよね。いや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 、楽しんでるじゃねえかよ、タイタイさんよ。本当だよ。もう被害でもなく、ね、プレゼントと受け取っていいってことか。そうだね、これは間違いなくその類のものであると私は思っております。間違いない。まだまだ言うても言うてもですよ、うんうん、アレンジがまだできるんじゃないのかなと。これをかい。例えばね、かっこ悪いと、こういうのも。はいはい。だからこれの方が綺麗なんじゃないのかなと思う。リメイク的な。リメイクも全然やってってもいいのかなと思うし、うんうん、なんか何していく。次に若が乗った時分かりやすくしたい。うん、まあ分かりやすくしてあげた方がいいよね、乗った時の反応として。やりますか。やりましょう、カズクラ。さあ、そんで一番いいのが、うんうん、分かりやすいのがね、これだ。これここにディスペンサーを置きます、うん、そして花火を入れます、うんうん、そしてこれをなんとディテクターレールに変えるだけで。ディテクターレール、行くぞ。はい。おおお、めちゃくちゃいいね。いいね、いいね、すごい映えるよ。これ天才カズクラまた考えついてしまいました。なんだ。まあ、今みたいに、ま、つけて走るとパン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 なってくといいじゃん。すごくいいよ。ただやっぱりね、うんうん、これがぼちゃ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 出てしまうっていう問題はあると思うんだ。こんな感じで合うでしょ、うんうん、景観が損なわれる可能性が大いにある。なるほど。さあ、というわけでこれどうなのかな、試してみよう。いくよ。こうしてこの中にロケットを入れる、うんうん、はい。でこれ蓋するとどうなんだろう。ここで爆発しちゃうのかな。やってみよう。いくぞ。うわ、いいね、いいね。ということはだよ、埋め込み式にすると、うんうん、こういうこと。埋め込み式にするだけでなんとめちゃめちゃいい感じになるということでございます。これいいね。これでいいんじゃない。これでいいよ。ほんで、まあ、ちょこちょこね、これでこうやってあげればね。うち思ったんだけどさ、はい、ディテクターレールがあれば信号が出るから、この赤いのすらいらないんじゃないか説提唱します。それはこの先っちょがこれだとね必要ない。
わかる？わからない。2マスになった時にブレーキになる可能性があるからちょっと怖いんだよね。なるほど。2マスになるとね、ちょっとわかんないから、だからこうすると間違いないという。了解。全部、まあ、この手前のはいらないんだけど。よし、これで一つ埋め込むことができた。はい。じゃんじゃん埋め込んでいきますか。どこに埋め込んでいけばいいの？この隣でいいのかな？とりあえず、今ちょっと分かりやすいように、今こうやってるんだけど、うんうん。この1マス、この内側のところ。なるほど。ここ穴開けて、こうやって、まずはここにちょっと仕掛けていこうか。オッケー。花火ってどれぐらい入れるんだ？いや、もう30個ずつとか入れとけばいいのかなと思うんだけど。了解。はい、まずは、ディスペンサーを設置することに成功いたしました。ナイス。あとはこの横、こちらの横にディテクターレールというものを置いていきます。はい。ディテクターレールも、置き終わりました。はい。花火は OK ですか？花火 OK。 もう全て完了か？完了。めちゃめちゃ簡単だね。すぐできたね。ちょっと一回ビューって行ってみますか。これ行ってみよう。ここにトロッコ置いて、すごい。また置いていかれた。いったね。多いね。あー、そして体体に入ります。はい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 。あ、無事来れてますね今回は。来てる。いいじゃん。いい。何もなくもう終わってくね、最初だけで。なんか要所要所にこの木の上とかできたらいいのかな。やっとかないといけないのかなこれね。おー、いいねいいね。ここ木で邪魔されてるな。まあいいかそれは。まあそれはそれで。あんなら、これこっちの猫さん。うんうん、これ猫なのか。ちょっと作っていかないといけないかもわかんないねこれ。はい。2箇所ぐらい作ってもいいのかもわからんね。そうだね、たくさんあると楽しいよね。今ね、この猫に穴開けたから、今ここにこうやってカーペット敷くのか。そう、上はカーペットするから。いいねいいね。ちょっと待ってね、一旦こうしました。ほんで装置作ってみました。上にロケット入れてみました。あ、ちょっとダメでした。ダメだったか。ちょっとお待ちください。やべやばい。隠れてちゃんと隠れてか。やべ、まずいまずいまずい。ぶら、隠れようと思ったら起きちゃった。やっべ、花火が入ってる。花火が格納されてるじゃねえか。ちょっと待って、さっき花火入れたんだ。やーっべー。花火回収するか。いや、もう取った。オッケー。一旦オッケー、これで。はい。よし、セッティング完了。いや、こんなもんちょろいもんだ。ちょろいぜー。よし、できた。ナイス。次どこ行く？巨人行くか。笑っちゃってる。なんか挟まってるよ、ヒゲの間に。この巨人どうすればいいんだこれ。この巨人は、そうだな、もうこの巨人はもうあれじゃない、もう分かりやすくやっちゃえばいいんじゃないかな。頭の上とか。いや、もう中で爆発する感じに。ダメージ食らう感じ。いや、ダメージ食らうかどうか分かんないけど、もう今すでに設置しつつあるから。オッケー。もう内部の方で、うんうん、これ楽しんでもらう。いいね。おー、仕込んでいいかな。よーし、うんなら一回ちょっと、うまく動くのか、試していきますか。やっていこう。オッケー、先頭どうぞ。あ、ごめん。オッケー、行ってきます。行ってらっしゃい。いい感じですね。いいね。さあ、うんならこんなかも。え、ごめん、敷いてなかった。バックします。あれ全然ダメだった。失敗です。なんと失敗なのか。ちゃんとシステムを理解しておらなかった、私とあろう者が。ふむふむ。すべてを理解したなり。素晴らしいなり。ごめんね、大丈夫か動きは。動きなし。おーし、できた。やってみよう。続きからこう、続きから。花火の音がする。いいねいいね。いいよいいよ。いってんねすごいすごい。いや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 、いい感じにいけてるじゃないですかこれ。いいね。やばいね。今めっちゃ良かった。出たら花火が見える感じね。最高でしょ。でこのまま上を登って、次は洞窟内でパシャンパシャンなるようになってると。なるほど。これ W を押したままだとワンちゃんいけるんじゃ。いけるかな。ナイスナイス。いけー。あ、待て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 
あ、いいねー、いいね、いいね。入っていきますよ。お、いいんじゃない、いいね。あいたたたた、あいて、あいて、でで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 、まあ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 減る、まあまあ減る、まあまあ減る。半分持ってかれた。恐ろしい装置ができてるわ。まあまあ持ってかれた、まあまあ持ってかれた。危なかったな。やっぱみんな油断するなということで、まあもう少し花火中に置いといてもいいかもわからんな。確かにね、試運転は誰かに任せるとして。そうだね、そんなとこにしておこうか。あれ、うん、そうしよう。だから花火もね、ちょっと途切れないようにちゃんと多めに持ってきてもらえる。あれ、オッケー、それのちゃんと大切だからさ。わかった。3スタッフ半あるけど足りるかな。あ、あー、もう十分すぎる、十分すぎるよ。オッケー、いいね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 。めちゃくちゃいいじゃん。最高だぜ。うんだな、この巨人の中に入ることで心も体も強くなれるという。そうだね、巨人の心をいただけるとね、素晴らしいことだね。ここら辺からちょっと考えてきた方がいいってことだね。オッケー、オッケー。よし、ということで心も体も強くなる、装置完成でございますね。ウェイウェイウェイ、完成だ。いやー、よかった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 。多分花火で限界まで強くなることができるでございましょう。鞭を打って鍛えるということだね。うん、ほんでまあそもそもは被害届があったということなんだが。そうだね、喜んでるということで。うんうん、みんなハッピーで OK ですね。そうだね、一旦交番戻りましょうか。戻ろう。さあ、ということで解体事件。うんうん、看板なくなってる。看板持ってくるね。看板がなくなるほど事件が発生しているなんて。ほんとだよ、悲しいことだな。ほんとだよね、参った参った参ったぜ。はい、ということでこちら、うんうん、解決済みということで。そうだね、めでたい。異論がないようで解決済みということでよろしいでしょうか。はい、異論ございません。はい、というわけで無事というか勝手に解決してしまった事件も、あったみたいです。本当だね、時がそれを風化させてくれたとでも言いますでしょうか。時効というやつでしょうか。はい、ほんでタイタイも今完全に油断してたからパワーアップさせといたよ。俺たちでさせといた。いやー、あれからもっともっとあのレールを、いっぱいいっぱい活用していただきたいものでございます。本当だね。はい、そして最後カズクラからお知らせがございます。なんだろう。なんとなんとこのカズクラさんですね。はい、土曜日曜2021と、なんと、横浜の赤レンガ倉庫に現れるということで。なんだって。はい、枠の焚き火台とか実際に展示しようかなと。いいね、いいね。はい、ちゃんと手に取って見てもらえるようにということで渡しおります。それは一体。そしてなんと焚き火台700万を超えました。おめでとう、ね、応援金。ただ赤字です。ずっと赤字じゃん。そう、ちゃんと赤字なんだよね。おそらくね、20万、自分の人件費とか抜いて20〜30万、もうちょっとかな、30万ぐらい多分赤字が出てると思うんだ。そっかそっか。なのでオラのアウトドアブランド枠の服を携えて赤字補填をしに行こうかと思っております。ナイスナイス。販売会するからね、 T シャツとズボンの販売会をしようと思ってて。うんうん。ほんで買ってくれた方にはね、俺さ、ちっちゃいサイン色紙購入しといたからさ。いいね、いいね。目の前でサイン色紙こう書いていこうかなと思って。サイン買ってくれたみんなにはね、っていうことで。うんうん。なのでぜひカズクラの赤字をね補填しに、赤レンガ倉庫まで遊びに来てください。詳細はね、概要欄の方にリンク貼り付けておきます。多分11時からね15時ぐらいにいるような気がするんだけどね、14時か15時ぐらいまで。はい、その間エリちゃんもおりますので、またよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日はこんなところでまたお会いいたしましょう。じゃあねー、バイビー。